バット検出器、超音波探知機コウモリ探知機とは、文字通り、コウモリを見つけるための探知機であり、超音波の検出器である。コウモリは、音として、人の過聴域外となる 20kHz 以上の超音波を発するが、この超音波をコウモリ探知機が検出する。そして、人の聞き取れる過聴域に変換して、聞こえるようにしたり、あるいはソナグラム化するものである。 主にコウモリ調査に用いられる。コウモリは周りの様子を知る際や、昆虫などの獲物を捕獲する際、あるいは仲間と呼び合う際に、強力なパルス状の超音波を発射する。コウモリの種類によって、鳴き声の周波数や、鳴き方の変化の仕方が違うため、鳴き声で大まかにコウモリの種がわかる。簡単なコウモリ探知機は自作したり、 制作キットを組み立てて制作することもできる。また、キットを組み立てる教室が行われてもいる。一般的なコウモリの超音波の周波数帯の例示。蒸気の周波数を捉えるコウモリ探知機を用いると、その場でコウモリを捕まえなくても、測定場所を通過したコウモリの種の存在が大まかにわかる場合がある。例えば、 特徴的な周波数帯を持つ菊頭コウモリ科は推定が可能である。一方、ヒナコウモリ科は多種と似たような周波数帯であるため、飛翔型や大きさ、周辺環境を考慮に入れ、種の推定を行う。コウモリ探知機は測定可能な範囲が決まっており、例えば20メートル以内までの超音波しか拾えない機種では、その20メートル以内に、 コウモリが通るようなロケーションをせねばならない。効率よく調査するために、あらかじめコウモリの通り道や在地場所を予想しておくことも必要かもしれない。また、虫や人工物も,も超音波を発するものがある。全体的にコウモリは、頭数が減っている種が多く、環境アセスメントでコウモリの生息状況を調査し、必要に応じた 保全対策を行うことが求められる。この際にコウモリを捕獲し測定せねば種の判断ができないが捕獲はコウモリに負担のかかる調査法である。なるべくコウモリに負担をかけない調査方法が求められる。コウモリの鳴き声を解析して種を判別する方法は有効な調査方法となる可能性がある。コウモリの超音波を録音し、 その正門から種類を判定する研究も徐々に進んでいる。ありがとうございます。